じゃあ座ったのことはわからん。さらっとすやすやと同じかな。じゃあ座っとしよう。キラキラは、キラキラはわからん。すやすやはスムーズ。まあキラキラ。ふんふん。よう分かったわ。知り合いにその手のことが趣味やつがおるのでちょっと聞いてくるわ。なんじゃそう急がなきゃ。それでふふふへ。おい、どうにかしてくれよ。誰かが相手きり出てこないんだ。もう我慢できない。ああ、そうか。この人、トイレ入りたい。そっか。このギャルギャル野郎、トイレを使っているから、この人、入れない。え？どう？なんだよ。薬を渡す。薬を渡さない。そっか。薬か。じゃあ、この薬、いいか。本当にくれるのかい。ありがたくもらうよ。すっきりしたよ。お礼にこれあげるよ。キーアイテム、セクシーコロンを手に入れた。ああ、そう。この人女かな。男だと思った。女だ。よしよし。女、戻って。女出た。出た。おっさん出た。なんかの。うわーっとっとっと。うわーっとっとっと。そっか、薬はあの理由か。そっか。メインストーリーのため。まあ、あのドレスも完了したか。ここのゴミ同じ言っている。女の子になれ。このおっさんか。押さないで。よう来たな、できる。劇取るよ。さっさと来てみなさい。着替えて。サタンのドレスを手に入れた。まずはのおっさんと話した。はい。これどうやって切るんだ。は何をするんだ。やっぱりちょっと変。カツラ必要だな。だね。うむ、そうだろうと思って、知り合いに話をしておいたんじゃ。男とかいう看板を出し取るジムがあるじゃろ。そこにあんたと同じ趣味の人がいるんじゃ。彼に相談してみると良いじゃろ。やっぱりゲイ、あの人たち。こら、同じ趣味、エリス。親父さんにどんな勧めをしたんだ。いいじゃない。なんでもドレス綺麗だしね。どうです。カツラは手に入れましたか。どうじゃ、会えたかな。何を幼い、マナー悪い。あの男たち。よし、これはカマかな。あなたもご一緒にどうですか。そうか。はい、1、2、3、スクワットはリズムですよ。兄貴、頑張りやすぜ。これでどうだ。よし、これ、このカマ。これはカツラか。あなたね、可愛くなりたいのは。可愛く。そうなの。それで、カツラなんだけど、
切ってるわよ。でもただってわけにはね。おお、兄貴かわいい格好は兄貴を極めたもののみができるんですぜ。そういうことじゃ。ということで私らと勝負じゃ。そうね、こいつらとスクワって勝負しましょう。ヨーガス、わしらがコテンパンにして差し上げますぜ。もしかしてあんたは綺麗なお兄さん、今頃何言っとるんじゃい。兄貴は兄貴は、それはもうあんた言うからこっちへ来なさいよ。じゃあルールを説明するわね。構えから三角バトン、いや四角バトンでしゃがむ。じゃあしゃがみから罰ボトンで立つ。立ちから丸ボトンで構え。構えからじゃあ三、まあ、四角罰、ま、丸四角ボトン罰ボトン丸ボトンと順番に押すのよ。そうか、わかったか。まあ、わからないと言うしましょう。じゃあもう一度説明するわよ。構え、構えから。まずバトン。じゃあしゃがみから。構え。じゃあ最初の動きか。構え。しゃがみはわかった。立ちから。あ、かっ、構え。そうか、構え。はい、わかった。四角バツ丸。30秒で。こなした回数がこいつよりも上だったらこのカツラをあげるわ。絶対に負けないっすよ。兄貴のカツラはわしわのもんじゃ。やかましいわね、こいつ。ぶっつけ本番ってのもかわいそうだから練習する。はい、まずなんだ、練習など必要ないと言いましょう。じゃあ本番やるわよ。本番始め。そう、あ、これはこのネック動きはこの感じで、まあ最初に負けたい、何というこの人たち、まあ、大体わかっている。これですね。簡単です。楽勝、楽勝。こいつが16回で、あなたが7回で。7回ね。じゃあ、多分30回いける。30回いける。残念でした。あなたの負けね。屋敷の親父の頼みだから、渡さないわけにはいかないから。あれ、どこへしまったのかしら。仕方あるまい。え？俺は負けた。このボケなんてとこに隠してやがんだ。おう、兄貴の鉄拳は骨の髄までしびれやすで。ごめんね、ちょっとなんだけど、消毒すれば使えるから。気合いと、くせ毛のカツラ。え？でも俺は負けたけど、兄貴しっかりしてください。せい。兄貴しっかりしてください。ください。兄貴しっかりし、うん？でも俺は負けた。なんでカツラ手に入れた？ああ、すまらない。あなたも、まあいい。どうしよう。じゃあ、軽く練習でもする。じゃあ練習始め。どうだ？ 30 個いけるかな。まあ、すまらない。練習は勝っている。じゃあ2の
指使うどう？もっと早いけど30回いく。今ので18回ね。じゃあ本番やるわよ。本番始め。お前絶対倒す。じゃあ練習の時18回。30回いけるかな。ほら、タッツ、ああ、失敗した。残念。まあ、俺の勝ち、楽勝だな。どのくらいいた？ 20 回か。少ないね。こいつが16回、あなたが20回。ね、あんたすごいね。約束通り、これをあげるよ。よしよし。キーアイテム、ブロンのカツラを手に入れた。兄貴、悔しいっすよ。むちゃくちゃ悔しいっすよ。ああ、まだぶつかった。やかましい、負けた。あげくに、メソメソすんじゃねえ。おう、兄貴の鉄拳は、鉄拳かな鉄拳は、骨の髄まで、しびれやすぜ。よし、勝ちました。これ同じ状態。大事に使ってね。兄貴、しっかりしてください。よし、行こう。カツラ手に入れた。クラウドは可愛い女になれ。よしよし、おっさん。で、これは投稿かな。手に入ったようですね。早速着替えてみてください。押さないよ、押さないよ。揃ったようじゃの。早く着てみて、見せてください。くれ。エリアス、着替えるの？覚悟を決めた。今は着替えない。着替えたくない。覚悟を決めた。はい、着替えている。ほう、これはなかなかどうして新しい商売になるかもしれん。そう。そうだね、やってみようか。あんたたち、面白いものを見せてもらったよ。親父もやる気出してくれたし、そのドレスの代金はサービスしとくよ。おしとやかに歩いてね、クラウちゃん。何がおしとやかにだ。おしとやかにだ。クラウちゃん、かわいい。でもいいな、それね。私に似合うドレスない？これはどうでしょう？いやいや、こっちの方がいいぞ。親父、何言ってんだよ。これがいいって。何を言っとる？こっちだよ。ああ、私これがいい。ちょっと着替えてくれ、くるね。覗いちゃダメよ。どう？似合ってる？もう可愛くないな。よし、おかまになった。あなたって変。なんだ、幼いと言っていない今。なんだかすごいもんですね。うん、うん、似合っとる、似合っとる。よしよし、似合っとる。じゃあみんなの街のみんなたち話しましょうか。どうしようかな、かっちゃん。同じ。お前、どうぞ寄って行ってください。じゃあこの、すいません、今満席なんです。また来てください。もぐもぐ。もぐ。みんなもぐもぐ。俺の席これ。俺はいつもおすすめ定食さ。
こうやって名刺が食えるのもどんなおかげだよ。もぐもぐ。運がグフ、急に話しかけんなよ。うん？はい、なんだ、どうぞ寄っていてください。お前。おう、そこのべっぴんさんにいい仕事紹介して、どんなところ行ってんやろ。なんじゃ、お嬢さんがタモ食べるかい？食べるか？すいませんね、ちょっと気らしちゃって、何もないんですよ。え、これは何？このお店。よくわからん。あのゴミ、あのバーバーのゴミ、といったところ。じゃあこの子供。あ、まだ寝ていないね。猫はいいよね。これはちょっと大きすぎるよね。薬屋、びっくり薬屋さん。わあ、いるならいるって言ってください。会話だいたい同じだな。よしよし、このアイテム使える。女になったから。女大丈夫。ヒーバー、女もダメ。壊れてるぞ。まあ、このクラウド見えるね。女か。まあ、ちょっとそこのお二人さん少し休んでかい。綺麗ね。そうだな、まだ休んでいないこのところに。休みましょうか。うん、音楽。ありがとうございました。またいらしてください。まあ、同じ。うん？どうしたんだ、エリス。どうしたあなた、そのまま外出るの？私、構わないけど、そうだった。しっかりね、素敵なクラウド。うん。あのデブどこ行った？ヒュー、お嬢さんだぜ。変態たち。ああ、そっか、動けない感じ。店入れない。まあいい。ジョニーと言います。よろしく。本当も綺麗な子にしか声かけてないんだから。うん、君が一番最高なんだな。で、どう？うちのお店で働いてみない？おかしいな。バリバリにすんすん。のヘアスタイル見覚えあるんだけどな。そうか、あのクラウド見たところか。はいはい、ジョニーいらない。おっさん、お若い女子にピチピチお肌、うん、目が覚めましたよ。うん、硬いね。鍛えてる。硬いか、これ何が鍛え、ああ動かないね。あ、おっさん、グリッチしちゃった。おっさん、グリッチできるかな。早く下行けるなら、ちょっとギリギリ間に合うかな。まあまあ。まあまあ。もうちょっとせいしよう。ちょっとバックして。ギリギリいける。あ、でも動けない。はい。おい、行こう。全部、人たちと話した。セーブしようか。本物、まあ、本物いらない、まあ。大丈夫かな。この人たち、同じゴミの話。そうだな、同じゴミの話。この特区たちと挨拶しよう。俺綺麗？へえ、まあまあね。
私綺麗、あなたも、ね、こう一緒にどうですか。もう同じこと言ってるいつも。はい、1、2、3、クラウド。クラウド、ね、頑張ります。まあ、はい、行こう。そうだな、居酒屋。あ、ガニアさん、あの祈っているおっさん。それでね、うふふへ。何ですか、お客さん。注文ならカウンターご主人。カウンターできない。何もできないか、カウンター。うわ、とっとと。長いこの街に1時間かかったかな。何かよか、資材置き場の文句は聞かねえぞ。不気味ないかな。まあ、ティファの武器と、まあ、ティファの武器だけど、ティファいない。まあ、今、ティファ、会いますね。メタルナックル。まあ、今いらないね、今。いいかぞ。もう一度、この、やす、や、この、なんという人。おお、友達もこれまた可愛い子ちゃん。さあさあ、仲へ仲へ。2名よ、これ。2名よ、お入り。2名様か。2人。2名様か。おお、お姉ちゃんたち。今、どんに知らせてくるからさ、ここで待っててくんな。うろうろしないでくれよ。いや、うろうろしよう。今のうち探しましょう、ティファさん。これなんという。アラビア語か。ティファさん、どこにいるのかな。これはラビアドか、ロー。これはローかな、うん。日本語じゃないね。あ、いや、多分ラビア語。ヒンディ語。わからん。コーブンか。コーブン入る。え？固く閉ざされて。ここに入れない。シャコン、ドンコルネロ。のオフィス、許可なき者の立ち入り禁止。じゃあこっちだな。お仕置きか。お仕置きしよう。あ、エリスどこ？変態の部屋。それはティファか。ああ、俺、アイテム欲しい。ティファさん、はじめまして、私、エアリス。あなたのこと、クラウドから聞いてるわ。あなたは？ああ、公園にいた人、クラウドと一緒に。そう、クラウドと一緒に。そう、安心して、少し前に知り合ったばかりよ。なんでもないの。安心って何を安心するの？ああ、勘違いしないで。私とクラウドは、何なる幼なじみよ、何でもないの。二人して何でもない、なんて言っているよと、クラウドちょっとかわいそう。ね、クラウド。はい、クラウドです。アイテム。エーテルか。逃げろ。かわいそうか。まあ。かわいそうのクラウド。エリス。え？うなずいている。ティファ。
クラウド？その格好はどうしたの？ここで何しているの？ああ、それよりあれからどうしたの？身体は大丈夫？うん、身体か。そんなにいっぺんに質問するな。この格好はここに入るためには仕方なかった。しっかり身体かな、みたい身体、体かな。身体は大丈夫だ。エリスに助けてもらった。そうなの、エリスさんが。ティファ、説明してくれ。こんなところで何をしているんだ？バイマンです。バイト、俺のアルバイト。お本、私、耳塞いでるね。バイマンバイトですね。ん？なんだ？さあ、どうぞ、秘密のお話。これはなんだ？お仕置きの技、道具か。ん？さあ、どうぞ。はい、こんにちは。とにかく無事でよかったわ。ああ、で、何があったんだ。5番マコロから戻ったら怪しい男がうろづいていたのよ。その男をバレッが捕まえてキューとしてしとしめて話を聞き出したの。ここのドンの名前が出たわけか。そう、ドンコルネオ。コルネオ。バレはコレオネオ、コルネオ。なんて怖くとだから放っておけて、おけて言うんだけど。なんだか気になって仕方がないのよ。わかったよ。コルネオ自身から話を聞こうってわけだな。それでなんとかここまで聞いたけど、ちょっと困っているの。コルネオは自分のお嫁さんを探してるらしいの。毎日3人の女の子の中から一人を選んで、とにかくその一人に私が選ばれなければ、今夜はアウトなのよ。聞こえちゃったんだけど、3人の女の子が全員あなたの仲間だったら、問題なしじゃないかな。それはそうだけど、ここに二人いるわよ。ダメだ、アリス、イエリス。あんたを巻き込むわけにはいかない。あら、ティファさんなら危険な目にあってもいいの。いや、ティファは。ティファどうでもいい。いいの。私、スラム育ちだから危険なこと慣れてるの。あなたこそ私信じてくれる。ありがとう、エアリスさん。エアリスでいいわよ。おい、うい、お姉ちゃんたち時間だよ。コルニオ様がお待ちかねた。そうだな、うろうろしだって。うろうするなって言ったのに。これだから近頃のお姉ちゃんたちは早くしてくれよ。聞くまでもないと思うけど、あとの一人はやっぱり俺なんだろうな。聞くまでもないわね。よし行こう。ふふふ、その格好よく見るとなかなかじゃない。バレッが見たらなんて言うかな。じゃあエリス、
早く行かないと怪しまれない。よし、ティファ手に入れた。もう一度ティファです。いや、このなんだ、執事さん、そのな、ドンがこの部屋でお待ちかねたよ。なんだ、おやじ、これおやじだな。じゃあ、いやいや、しもとと、しもべだなと話したかった。こっちよし、娘とも、ドン・コルネオの前に整列するのだ。ほひー、いいな、いいな。どの、おう、ちょっと休みたい。何か飲みたい。これ、まあ30分から。話しすぎた。はい。